何年ぶりで開催されたんでしょうね、旭川三六祭り。僕この第1回目の時にみこし担いでるんですよ。で、行ってきました。ちょっとね、早い時間だったので明るいです。もっと暗くなってからっていうか、まだ日が長くて暗くならないのでね、とりあえず行ってきて。はい、いらっしゃいませ。で、出身校の旭川大学ってあって、そこの江口ゼミの先生に会いまして、また出店してるなと思って、ラーメン出店していたので、ちょっとねお話をさせていただきました。マジだよ。24番のお客様。はい、はい、24番ですか。はい、はい、お待たせしました。はい。あ、辛いから。辛くて、あとはあのフォアゼロっていう山椒みたいなのをかかってて、これ、うん、はい、フォアゼロは粉なんでわかんないんですけど、それこう痺れる感じになるんですよ。ああ、なるほど。思いっきり会場を盛り上げていただきましょう。そして8時30分になりましたら、三六フェスミュージックセレクションということで、旭川で活躍する DJ の皆さんにお越しいただきます。皆さんが踊っていただく番です。続いてはですね、昨日も大変盛り上がりましたので、ぜひ最後までお付き合いください。さあ、皆さんには屋台の方もすでにご利用いただいていると思いますが、少しでも多くの方に知っていただくために、今回はカップだけの部屋の旭川音頭に乗せて、舞踊の行列が続いてました。これもまた、毎回らしいんですけどね。ここでね、しゃぶしゃぶ弁慶のオーナーになりまして、実は同級生なんですよ。で、知らないのこれ、毎年やったら毎回同じなんだよっていう話聞きましたけど、とりあえず、旭川の夏祭り始まっているわけです。昨日4日から6日までですね。まだいろんなイベントがね、今年は開かれるんじゃないかなと思っています。明日はみこしも出るらしいですよ。はい、ということで、ではではまた。